これからお化粧します。あのね、私の一日が始まらないと家族みんなの一日が始まらない。なんででしょうか、教えてください。私がその日とてもなんかこう今日疲れたしなんかやる気しないなみたいな感じになってると家族もみんなやる気なくなる感じ。あれさ、やだよね。もうこうぐだぐだしたい人ができないんだもん。させてくれないんだもん、誰も。させてくれないっていうか、わかりますか？私がぐだぐだしてるとみんなぐだるから、もう日曜日ぐらいもうぐだぐださせてくれよって感じなんだけどね、マジで。下地から塗っていきます。この金曜日に本当は NYX の縛りメイクの第2弾をやる予定だったんだけど、そう、ちょっと予定が狂っちゃってできなかったんだよね。なんで金曜日かっていうと、うちの旦那の仕事が金曜日お休みなんで、子供を見てもらっているうちにやろうと思ったんだけど、そう、予定狂ってできなかったから、今週の金曜日に再チャレンジしたいですね。で、今日本当はできたんだけど、今日違うお仕事が入ってて、あれなんですよ皆さん、後でリンクを多分、このビデオをアップロードするときにはもうアップロードできてる。あ、これ、NYX のさ、Bear with me っていうファンデーション。何の仕事かというとね、ある日ね、E メールをもらったの。えみこさんという方から。で、えみこさんはポッドキャストをやっている方なんだけど、なんかコンサルティングとかしてる人なんだよ。で、彼女がメッセージくれて、私のリスナーさんからリクエストが上がってるから、ホープさんよかったらポッドキャストのゲストとして、やってくれませんかみたいな。何、超嬉しいじゃんとか思ってさ、このままいくか、このまま伸ばそうかな。そう、超嬉しいじゃんか、リスナーさんからのリクエストでとか言って。その彼女のポッドキャスト見るとさ、まあいろいろ毎回ゲストの方が違くって、その何、まあ、話してる内容とかも違うんだけど、彼女のポッドキャストではそういう女性を応援するために、なんか女性に自信をつけるためとか、海外で働いていくにはどうしたらいいかとか、なんかそういう感じの内容のポッドキャストなんですよ。そう、だから多分私 の YouTube 見てくれてる方もすごいリンクする人が多いと思うんだけど、そう、彼女すごいポッドキャストがあってね。で、私お仕事
一緒にする人だってやっぱりその人のことしっかり理解してからじゃないと嫌だからさ、ちょっと彼女のポッドキャスト聞かせてもらったんだけど、すごいいいわけで、初め何個か聞かせてもらって、あ、こういう感じなんだみたいな、これでゲストだし呼んでもらうなんてやばくねとか思って、そうだからちょっとさ、私がさビデオで、私の YouTube のビデオでこうほらダラダラと言いたいことがいっぱいあるわけじゃんか。でそれをさダラダラ話してるとさ、普通に1時間とか言っちゃうわけじゃん、私のビデオって。なんかそういうのたまにね、 YouTube じゃなくてもいいんじゃないかなとか思う時があったりとかしてたわけですよ。でそういう時はさ、ポッドキャストいいよね、私も始めようかなみたいな私のポッドキャスト、すべて私が言いたいことだけを話すポッドキャストみたいなね。でも最終的にはそのエミコさんとすごくなんていうの、共感したからなんだけど、結局応援したいんよね、誰かを。そういうことなんですよ。結局誰かを応援するためにやってるんですよね。そう、なんか彼女のポッドキャストはね、毎回ゲストの方が違うんだけど、なんだっけ、こっちで海外でお仕事してる人とか、どういう経験をしたとかっていうのもあるし、なんか英語の話し方のやつとかもあったしさ、なんか私思うんだけど、人間ってさ、自分が経験することで学べるけど、人の経験談を聞いて学ぶこともできると思うんですよ。まあ、本当その言ってる通りだけどさ、だからいいよね。私今日日曜日だから子供たちをちょっとね外に連れてって、もうバージニアも結構寒くなってきたんだけど、そうこの間のハロウィンはめちゃくちゃ暖かかったのに、あれを境目にだよね、ものすごく寒くなってきて、でだからちょっとまだ外すごい寒いんだけど、子供たちちょっと外連れていかないとさ煮詰まっちゃうからね、週末は特に。今ハライトもいました。したら、私がいつもつけてるさ、あれ？あ、これ。このカバーフィックスのイルミネーターあるじゃん。これを普段はお化粧の下につけていたんだけど、今日はちょっとこの上からつけましょう。こんな感じ？でさ、こういうタイプのって急がないとすぐ乾いちゃうからね、気をつけてくださいよ。まだ映画これもだんだん乾いてきてるので、ブレンディングがしにくくなってきてる。なんだね、すごくね、かわいい、ほんと超かわいい。このハイライト下、眉毛やるか、同じコンシーラーで眉毛やります。そうだからさ、そのそう化粧してこれも直さなきゃいけないし、やらなきゃいけないことがあるんだよ。ほんとこれ、あっ、正直エングルになってやるの初めてだわ。やりにくいね、やりにくいやりにくいよ、もう。今日私がした眉毛は、今日はね、もう今コンシーラーしたじゃん。で、この NYX のマスカラで眉毛を立てて終わりにしようと思います。シンプルに、なんかこう普段メイク的な、なんかあんまりこううるさくないメイク系な感じで来た。
うるさくない感じのメイクで行きたいから。やべ、ちょっとつけすぎた。やべえ、だんだんつけたつけすぎになってきちゃったっていう時はですね、皆さん、このスクリューを取り出しまして、これとかればいいじゃん。なんでつけすぎになるかってさ、こう束感がつけくのはいいんだけど、束感にもうちょっとこう厚みが出てきちゃうんだよね。今そういう感じになっちゃったから、このさ、ビューラーマックスファクターのやつで、私の中学多分1年生とか2年生の時から使ってるやつですよ。なんか多分化粧品一番初めの購入品みたいな多分感じだったと思う。がマックスファクターのビューラーと多分資生堂の眉かきだったと思うんだけど、まだ使ってんのこれ。もちろんこの下のゴムは変えました。多分100均のゴムじゃん。で、まあ、ビューラーあげたじゃん。で、これは黒のやつ。あ、皆さん、お知らせがあります。お知らせというか、あのね、日本の運転免許証をチェックしたんですよ。したらね、そう、運転免許証チェックしたの。したらさ、更新しなきゃいけないのよ、来年。だから日本一旦帰ります。一時帰国します。で、多分レッスンのこととか聞いてくれる方がいると思うから今お話しようと思うんだけど、今が何、11月じゃん。で、来年中の、まあ、10月までに更新しないといけないんだよ。だからその前に1回かかることになると思うんだけど、子供がさいるじゃないですか、私。で、旦那も仕事があるし、多分一時帰国するって言っても2週間とかそんぐらいになると思うんですよ。1週間半とかで、うちの一番下の子もまだおっぱい飲んでるし、小さいから多分大きなレッスンとかはしないです。で、小さいレッスンとかもなんかもうほら、私3年ぶりに帰るからしたいんですよ、ね、今でもメッセージもらうししたいんだけど、ちょっとこうスケジュール的にどうなるかなっていうのがちょっと難しいから、正直な話、こう受け付けますとかそういうのはっきりも今のところ言えませんし、やるかもちょっとまだわからない感じ。なんか正直前回帰った時に仕事で忙しくって、3年ぶりにやっぱり実家に帰ったんだけど、3年ぶりだったのね。日本からこっちに引っ越してきて3年ぶりにやっと日本に一旦帰ったんだけど、もう仕事ですごい忙しかったから、家族で全然過ごせた時間はあったんだけど、結構私のマインドがその仕事でいっぱいいっぱいだったんですよ。だから今回は帰る期間も短くなりそうだから、まあそれこそ本当にまあ子供も2人増えたしね、家族のことで集中しようかなとかも思ってるんですけど、でもそのなんていうのかな、やっぱりなんだっけ、オフ会っていうの、あれ何の略なんですか、オフ会って。オフ会、ファンミーティングみたいな、もう多分やってほしいって言われると思うし、私もなんで前回しなかったんだって感じなんだけど、なんでここ濃くなったの、ここが。んで、じゃあ、だから、それを
なんかちょっと企画できたらなと思うんですけど。でもほら、私事務所入ってないからさ、こう自分でやらなきゃいけないからね。それがちょっとね、ちょっとどうなるかなみたいな。なんかここ濃くなったくね、なんか嫌じゃないこれ。あ、今この粉をね、なんかチク濃くなったくね、なチクってかブラウンザー、何ちょっと上から、何、ファンミーティングって何すんの皆さん、マジでちょっと恥ずかしい、どうすんの、どういうことすんのもうあーこの黄色払っちゃって、もうつけてみよう、あーちょっと、あーちちって、このままでいいか、ハイライトかなりシャインにしてるもんね。そしたらマスカラもうちょっとつけて、これで赤リップでいくか。私のお気に入りの赤3つあって、この3つなのね、セフォラのとアナスタシアのとあとミラーニ、どうにしようか。なんか私こう塗った時にどっちかっていうと、なんかもうほんと純の赤が好きなんですよね。なんかちょっとこうレッドワイン寄りとかね、あるじゃん。だけど純の赤、それかもうちょっとそれよりかオレンジ寄りみたいな、明るい赤が好きで、ちょっとこのアナスタシア、ずっと塗ってなかったからこれでいこうかな。でリップライナーは、まあ、すごい赤いのでいく時もあれば、ブラウン使う時もあるんだけど、ブラウン可愛いですよ。ちょっとこう深みが出て可愛いんだよ。普通の赤でいく。Yeah. Yeah. これちょっと余計なことしようかなって今考えてるんですよ。余計なことは何かというと、私ここにあれがあるんです、ほくろ。余計なこと終了。これでちょっとスポンジで叩くから。こうほくろの上からファンデーション塗りましたみたいな。Well, you have to go to printer でしょ。You have to go by printer. Yeah, yeah, Tarjay. You have to go by printer.、Mm-hmm.バレアージュとかやったらすっげえ可愛いんだよね、ハイライトとかバレアージュ。そう、黒髪だとね、巻いてもあれだよね、こうなんかこう全部一緒に見えるよね。完成しました。こっち成功、こっち失敗した。このさ、髪型のさ、特徴はさ、こう先があんまり巻かれてないっていうのが特徴なんだけど、こっち結構巻き散らしてしまったよね。キッチン片付けて、でもお昼は準備してあんの。お昼さ、見る？すごいの、私。この間の日曜日に、もうね、全部仕込んだのよ。全部仕込んだの。ほんとね、もう残りあんま少ないんだけど、これ
これがエンチラーダって書かれてるね。11月の3日なんだけど、11月の3日に仕込んだのよ。日曜日だったんだけど、一日中かけてこういう感じの冷凍系のやつ全部作ったの。これエンチラーダじゃん。中身はあのチックピースがメインで、あとコーンとか、あとズッキーニとか人参とか入ってるんだけど、それをさ、まあこう炒めたのをトルティーヤで巻いてみたいな、トマトソースがかかってるんだけどにチーズ乗せて、でまあこれはたださ、もうできてるから、あのオーブンに入れて温めてら食べれるじゃん。あとうちのこの冷蔵庫の中のこれ全部ミルクで、ちなみにこれがフライドライスと、あとこれがパスタ。パスタはただのひき肉のパスタ。あと他に3つぐらいあったんだけど、それも今週食べたんだよね。だから上までバーってストックがあって、なんで作ったかっていうとね、こういう日曜日の日、これぐーたらしたいじゃん、料理とかしないで。でも気づいたらもうお昼、気づいたらもう夜ご飯みたいな感じのことが多かったから、まあ、それで最悪外食って言ってもさ、なんかあんまり食べたいのなかったりとかするんだよね。だからといってトゥーゴーフードも嫌だし、だからもう作ろうと思って、なんかもうインディグリエンスとかは全部さ、そのオーガニックとかでできるだけ抑えてっていうので、そう作ったの。これがその忙しかった週末とか、あと平日でもさ、午後なんか例えばフローレンスが寝なかったとかで、すごい機嫌悪くって、私に料理もさせてくれないみたいな、なんかそういう時とか、まあ、何でもいいけど、またすごい助かるんだよね、あると。だからといってフローズンフードを買いたくないわけ、美味しくないし体に良くないから、だからまあもう自分で作っちゃってみたいな。そうそうそう、だからそう、それがまああるじゃん。だから私たちはお昼エンチラーダ食べるから心配しなくていいでしょ。こんにちは皆さん。ちょっとなんで車の中って感じでしょ。私これからインタビューあるんだけど、スカイプでやるんですよ。で本当はさ、まあ、そうやってインタビュー受けるときとかって自分がやっぱり一番リラックスできるところがいいじゃないですか。で本当だったら私は自分の部屋、お家のオフィスでインタビュー受けたいんだけど、うちは子供が3人いるじゃない。で絶対にさ、みんなが静かにしてくれてることなんてないわけで、えみこさんはインタビューしてくれてる、インタビューしてくれる方なんだけど、えみこさんは録音するんだよ。そのうちの子供があーとか言ってんのとか入ったら嫌じゃない。だから車の中がとりあえずまあリラックスできて静かでっていうところだから、もう車の中にしました。なんか車の中にしたので、そう、まあ、とりあえずね、もう質問してくれることは送ってくれたんですよ。だからやっぱかっこいいこととか言いたいじゃん。だからさ、今パソコン目の前なんだけど、かっこいいこととか言いたいじゃん。だから一応さ、まあ準備はできてるわけ、どういう質問されたらどういうふうに答えるかみたいなね。なんだけど、ほらちゃんとこう耳も聞こえるようにヘッドフォン持ってきて、そうで、これからさ、今こっちが6時54分で、私とエミコさん時差があるから、エミコさん住んでるところカリフォルニアが4時になったらインタビュー始まるで、私のところ7時なのね。であともうちょっと、あと5分ぐらいでなるんだけど、ちょっと緊張するじゃんか、マジで。まあ私こういうの本当緊張するからさ、本当こういうの緊張するよ、マジ。マジでやばい。皆さん、だから私ここで何を話すとかをポストしないけど、よかったら皆さん、恵美子さんのポッドキャスト
Her Confidence Her Way っていうポッドキャストやってるんだけど、彼女のところをぜひチェックしてください。なんか私が YouTube で話すときってあんまりこうなんていうのかな、頭にポッポポッポ浮かんだのを話してるからめっちゃ話長くなってるんですよ。ただ彼女とやるセッションは時間がやっぱり決められてるから、こう簡潔にほら本みたいにさ必要なとこだけ言うみたいなことなわけじゃん。だから、ずっとそれをやってたんだけど午後そうだからまあ多分大丈夫と思うけどね。ちょっと私テカってんじゃん、かなりテカってるね。私あちょっとテカってんねまあいいや。あーあと3分で電話かかってくる、マジやべえ、ほんとどうしよう、ほんと緊張する、ほんともうやだオーマイガーイ。これあれだよ、私が美容師免許の筆記のテストを受けた時の緊張みたいな感じ。やばい、トイレ行きたくなってきた。もしもし、もしもし、スピーカー、もしもし、あれちょっと待ってください、どうやるんだこれ。もしもし、聞こえますか？ Can you hear me? スピーカーオフ。あ、そうします、かけてみます、ごめんなさい、かけてみます。あれ OK Oh my gosh、 私がかけるこのヘッドホンの意味なし。ちょっと待って、あ、今私ヘッドフォンしてて、あ、コネクトしてます、よかった、聞こえます、パッチリですよ。私の声どうですか？なんか割れてないです？わかりました。ちょっとすっごい緊張してるんですけど、私大丈夫ですかね？はっ、 あれはですよ、人誰も目の前いない、カメラにただ喋ってるだけなんで本当ですか？ね、やばい、私やばくなかったですか？私やばくない？なんか初めの方とか棒読みだったっすって、もうだよいや、なんかあれですよ、私このイヤホンがアホでしたね。なんか自分が喋ってるのが聞こえなくって、初めこのままじゃまずいと思ってたんですけど、まあでも私の言いたいことは伝わりました、伝わったと思います。そうですよね、本当そうですよね。なんかもう私この今こうやってリーチしていただいて、自分がこう改めて考えたんですよ。恵美子さんがこうやって質問してくれたことに対して、なんで YouTube 始めたとか、なんか何なんで YouTube のチャンネルをこう続けてきたのかとか、なんかどういうインパクト。皆さん終わったよ、インタビュー終わって帰ってきて、まあもちろんのこと家がなんていうの、ちょっとこうごっちゃごちゃな感じになっててで、まあそれを片付けて、で自分夜ご飯食べて、でね、子供たちちゃんとこう寝させる準備して、でやっと寝かして自分風呂入って、で今なんだけど、なんかもうすごい緊張してたから、とりあえずなんかすげえやばかった。ね、私ヘッドホンしてたじゃない、なんかそのせいで私自分がやってることばっか聞こえなかったので、なんか部分的にちょっとこう棒読みみたいになってたかもしれないなって
とか、そんなこと考え始めたらちょっと自然に話そうと思って意識してみたりとか、なんかもう聞いてる人はどういう風に感じるんだろうってすごい思うんだけど、でもまず全て自分の心から出た言葉だし、なんか棒読みされてたとしたら自分の心から出た文章を打ったのを読んでただけだから、うん、だからフェイクじゃないし、だからとりあえずなんかまあね、すごい聞けるの楽しみだけど、私のインスタグラムとかでも彼女の何インスタグラムとか彼女の情報を全部載せとくから、そしたらまあ聞けると思うんだけど、皆さんもう超緊張した、マジで。なんかさ、こんなお仕事初めてだから、なんかこうかっこいいこと言ってやろうみたいなさ、 だしあとちゃんと言いたいこと言おうみたいな感じになったら、もう超なんかごもどもるどもったし、もう超痛かった自分マジで。やばい、もう超やばい。で、恵美子さんがさ、自然にさ、こういろいろ会話して、こう なんていうのかな、引っ張り出そうとしてくれてるんだけど、なんか私はその自分が書いたのに、もう書いたのを読み終わらせないとみたいな。やばくない？もうもう完璧、ヘッドフォンのヘッドセラーね。ヘッドフォンのせいにしよう、ヘッドフォンのせい。もうやばいよ。まあでもいいや、もう終わったことだし、結構すごいこのお仕事するの楽しみだったんだけど、かなり緊張してたから、もう何週間前ぐらいからもずっとこうなんか、あと1週間だ、あと何日だみたいな感じで、結構なんていうのか、くるくるくるみたいな感じだったのね。なんか私人前で話すの結構得意だからさ、いけるなと思ったんだけど、まあまあいいや、まあとりあえずあの作品ができるのを待って、でも皆さんぜひ聞いてね。で、彼女のポッドキャストね、すごいいいの、すっごいおすすめ、超おすすめです。なんか女性の自信についてのお話ししてたりとか、こうお仕事をしたいんだけどなかなかこう踏み出せないみたいな人のとか、そういう人にいいアイディアを与えてくれたりとか、うん、する、まあ、すごい素敵なポッドキャストだから、ぜひ皆さん私のポッドキャストが出る前に、私のポッドキャスト、私との私の回が出る前に、まあ、じっくり聞いてさ、聞き鳴らししといて、でそれで私もぜひ聞いてください。はあ、楽しかった。でも楽しかった、すっごい楽しかった。なんかもう恵美子さんと終わった後も1時間ぐらいくらいかな、そんなに喋ってないか、30分ぐらいか、でもずっとこう会話してて、恵美子さんポッドキャストいいっすねみたいな、私もすごい話したいこといっぱいあるけど、 YouTube だともう1時間とかの動画になっちゃって、嫌な人はすごい嫌だと思うからとか言って、だからポッドキャストいいっすねとか言って、ポッドキャストすごいアメリカはすっごい流行っててとか言って、なんかものすごくいいですよみたいな、なんか ビデオ動画だとどうしてもこう見なきゃいけないってなるけど、ポッドキャストだとこうお皿洗ってる時とかドライブしてる時とか移動中とかに聞けるから、すごいなんていうの、もうアメリカの人結構聞いてるんですよとかって言われて、私アメリカなんだけど知らなかったですみたいな。なんかポッドキャストの存在は知ってたけど、で聞いたこともあるけど、なんかそういう風になんか何かしながらこうやってとか、なんかあんまりそこまで何聞いたことなかったのね。だからもっと活用していこうとか思ってさ、この機会ですごい良かった。うん、 OK。 まあまあ、やっとこのままお仕事が終わったんで、ちょっと肩の荷が下りたじゃないけど、まあこういうのもいろいろやっていきたいですよ、私いろいろやっていきたい。もうこうやってお声かけてもらって本当嬉しい。最近そういう系のなんていうのかな、自分で行動を起こす以外のこう外側からやってみませんかみたいなのが結構最近多くて、で自分が信じてるものとか自分がサポートしたい会社とか、あと、ね、私と同じようなことをさ考えてる、でも畑は違う恵美子さんみたいな、そういう人とかと出会えてお仕事一緒にできるのでもすっごい嬉しいし楽しいし、でも自分もすごい勉強になるし、
だからまあすごいいい経験でしたよ、本当にマジで。本当よかった。これを2019年にできてよかった。2020年どうしたいかっていうのに、こうだんだんこう繋がっていくと思うから。Yes! では、気持ちよく寝ます。おやすみ。Good night. Bye.